では15個目の駅の名前は巣鴨。巣鴨なんですけども、巣鴨のね漢字見えるかな、鳥の巣の巣、巣のあの頭のちょんちょんちょんっていうのが昔はこうクッククッってなってるの、巣鴨のこれで、こういう、まあ下が火だとね、災害の際なんだけど、それと同じようにこう3本いっぺんに句を書くんだって。これで巣鴨です。こっちから表す人もいるんですけどもね、まあ、とりあえず書くときに自分から見て巣のこの字になってれば大丈夫と思います。どちらでも大丈夫ようです。巣鴨、なんか他にもね、他にも表し方はあるそうなんですけどもね、いろいろ紹介していただけるといいと思います。よろしくお願いいたします。